Everybody shaking a baby! アロハ！エビバリシェキラベイベー、アローハー、今健イさん、こんにちェーイ！は。どうです、関さん、元気ですか？あ、元気です。お元気様です。お私元は気ちょっ様です。はい。いやけど、お元気様ですっていうのも、なんか関口さんが作った語録に入れた方がいいですよ いね。やいや、これ私が作ったんじゃなくてね、他でやっぱりね、おっしゃってた方がいたんですよ。あ、で、そうなんですとても、か。とても元気出るなと思って、なんかそれからたまああ。に使ってるんですよね。はそうい。なんですよ。はい。いや、けど、なかなかいい感じですよね。お元気様です。そうですね。なんか、お疲はれい。様って、もちろん素晴らしい言葉だけど、元はい。気な言葉もいいかなと思って。なるほど。ありがとうございます。はい。やっぱりね、元気といえばね、やっぱその、あれですね。奥今県 T シャツが、元気のもとですかね。元気、これ、エネルギッシュですよ。とってもハワイのパワーが感じ られそうですね。て。はい。それなかなかカラーバージョンで作ってみたんですけど、なかなか良かったですね。それね。グラデーションかかって。すごい素敵。はい。はすごい、気に入ってます。い。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうござい奥ま今す。県に変わって、ペコリ。はい。はい。ペコリ。はい。で、関口さん、パート1、パート2と5、6を今日、やってきましたが、皆さんの受けはどうなんですかね。どうでしょう。ちょっと、はい。はい。心配ですけど、僕は。ちょっと心配ですよね。やっぱね。はい。はい。やっぱまあ、もう皆さんにバラしちゃいますけど、これ前撮りしてますからね。だから反応が見えないところでやってるのが怖いですよね。そうですね。でも、はい、精一杯やらせていただきます。ナイスです。はい。けど今まで今系ハワイずっと続けてきて思ったんですけど、毎日毎日やってきたんで、前の日にいただくコメントで、なんかこう、今県なりに、それを勉強して、今日はこう取ろうっていうのを、こう、日々こう、ずーっと繰り返してたんですよ。で、こういう前撮りで何本か撮っちゃったりすると、それが見えないので、ちょっとだから、なんかこう、皆さんの期待って、皆さんに期待をして、皆さんが後悔してくれるんじゃないかっていうのを期待して、撮ってるっていう、初めての試みなんで、そうですよね。なかなかだから、趣深いですね。はい。そこに参加させてもらってありがとうございます。いやいや、もうこれ関根さんのね、おかげなんで、本当ありがとうございます。ね、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあまた、その糸お菓子という撮影を今日も続けさせていただきますか。はい。お願いします。はい。じゃあ関根さん、早速今日のですね、今日の今系ハワイ語録、関口さんが選んだ、3番目、パート3。はい、また関口さんの言葉で読んでいただけますでしょうか。少々お待ちください。いやー、さすがなんかライブって感じですね、段取り不足で。いいですか？ お願いします。ハイビスカス。はい。すごくいっぱい咲いていたんだけど、今はこの一輪だけ。はい。けどこの一輪に出会えたことをポジティブに考えましょう。はい。たくさんの花が見れなかったじゃなくて、一輪残ってくれてありがとう。私たちのために残っていてくれてありがとう。でなるす。ほど。いやー、なかなか面白いこと言ってますね、この人ね。いやー、素晴らしいですよ、これ。本当見ながら感動しちゃったもん、本当に。どうですか。じゃあ、早速行ってみましょうか、関さん、行きましょう。お願いします。ベイベー、アロハー。今日の今県ハワイライブです。はい、2020年9月の11日、金曜日のワイキキです。一回撮りました。これ、9/11の日だったんですね。そうです。なので、そんな時に、そんななんか美しい言葉を発していたんですね、この男は。素晴らしいことですよ。そうですね。じゃあ、引き続き行ってみます。はい。今日金曜日何の日か皆さん知ってますか？はい。今県ハワイの女性ビューアーの方、視聴者の方にお花を送る日。はい。今日はね、赤いハイビスカス、今週は赤いハイビスカスを送りますよ。はい。ここね、すんげえいっぱい咲いてたんだけど、今でもこの一輪だけ。けど、この一輪に出会えたことをポジティブに考えましょう。はい。たくさんの花が見れなかった、じゃなくて、はい。一輪残っててくれてありがとう。私たちのために残っててくれありがとう。はい。これがポジティブな考え方です。
はい、それじゃあね面白いなこれ言ってるの。すごい、これ台本ないですもんね。すごいなと思って。台本なかったですねこれね。うん、はい、本当に心から出てる言葉だなと思って。いやどうなんですかね心から出てますかね。頑張って出てました。頑張って絞り出してるって感じですね。あ、そうですか。いや、はい、でも伝わりましたよすごく。はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。いやけど今日9月11日何の日か知ってますかって言ったから今日9/11ですって言うかと思ったら全然違うんですよ、うん、はい、そうですね、はい、うん、まあなんかそういう意外なことをしますよね今系はね。はい、そう予想できないことをするからワクワクドキドキ。そうですか。楽しい。はい。いや今日も関口さん褒め殺してるねもう僕のこと。そんなことないですよ。本当ですよ。ありがとうございます。はい。だけどあの動画の後がちょっと気になりますよね。ちょっと見ましょうよ。はい、見ましょう見ましょう。はい。ちょっと俺あれちょっと俺見たいですよね。はい。今日この場所で撮影なんだけどまた上しか映さないわざと。はい。そしたらなぜかおこんなところにパソコンがおいやこれはあれですね狙ってますね、はい、上しか映せないって言っていきなり皆さん夕日を映すと思ったと思うんですよ、うん、そうですね。このドキドキが狙ってましたねこの時ねねえちょっとだけ戻していいですか。ちょっとだけ、はい、はい、10秒ぐらい上げました。はい、じゃあその皆さん意外だと思った瞬間いきましょう。撮影なんだけどまた上しか映さないわざと。はい。そしたらなぜかおこんなところにパソコンがおこれはひょっとしてドコモマットじゃないか。じゃあこれはきっと今県のパソコンだね。はい、じゃあねここねアップするから、はい、まず大画面で見てる人まずね大画面止める。つまり今県ハワイ一回止める。はい、で PC 持ってくる。はい、でグリーンルームギャラリーハワイこれを打つ。はい、あこれね Facebook 上で打つで検索。そうするとねこれ Facebook の上でグリーンルームギャラリー出てくるから。はい、でね次のページに行ってみる。関口さんこれどうなんですかこれ見てる人にこうなんかをやらせるっていうのはこうなんかつい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 やっちゃい動きます。あやんなくちゃやんなくちゃと思って。やっちゃやってますね。なんかいわけハワイ止めるとかっつってなんかすごいなんかやらせてるなこの人。いやそこのリードがいいんですよ。そうですか。引き込むリード、うん、引き込む力が。うん。それじゃあ関口さんこの時見てました。見なかった。だってフェイスブックその時開いてなかったの。あ、そうですか。後で、うん、後で見たの。その時は見れなかったけど。いやね、多分ね、これあれなんですよね。多分この収録のちょっと前の時に、はい、コメントにキーワードを入れてくださいっていう風に聞いてた時期があって、はい。で、多分この収録のちょっと前に皆さん大画面で見てますかって聞いてるんですよ。ああ、そっか。そっかそっか。携帯の人とかパソコンとかってことですね。はい。それで大画面で見てるって人が多かったので、はい。だから止めてもらって、その携帯なり、うん、パソコンなりで Facebook を立ち上げて検索してくださいっていうふうに多分言ったと思うんですよ。ああ、そうじゃない。そういうことですよね。ええ。だから、はい、スマホの方の人だと見れないってことか。ですよね。ノートパソコン。はい。そうですね。はい。はいでちなみにあの時はグリーンルームのイベントがあったんですよ。はい。じゃあちょっと引き続きまた見てみましょうか。はい。そしたらね、こうなんとですね、明日なんですけど、ここね、グリーンルームギャラリーがね、日本時間日曜日12時半から、なんとハワイから、生中継。はい。でね、これね、まず、司会者が、大谷洋平くんって言うんですよ。洋平くん。洋平くんと俺実はね全然誰か知らなかったんだけど、ワイキキでサーフィンしてて単純にサーファーの知り合いで出会ったのね。
そしたらなんか陽平くん仕事何やってんのって聞いたら、あ、グリーンルームギャラリーの社長ですって言われて、マジあのグリーンルームって言ってすんげえびっくりしたんだけど、その陽平くんがね司会者で明日、このねイベントやります。でなんとねこのイベントなんですけど、ハワイの、ね、ローカルのアーティスト、この素晴らしい絵描いた人でこんな絵も描いてるらしいんですよ、はい、ほらこんな絵で、このね素晴らしいアーティストを迎えて、陽平くんがそのアーティストと一緒に、語る、まあ、いわゆるだから生ライブハワイから中継してそういう特徴があるんですけど、これねなんとね50名しかね応募できないでね、陽平くんにね今けん頼んであの50名の枠1個もらったんですよ、あの地元のくせに、はい、でねなんとねまだね少しだけ枠余ってるそうなんです。だからねこのねあのフェイスブック見た後じゃなくて今けんハワイ見た後今けんハワイ見た後だはい、ね、フェイスブックにアクセスして皆さんこれね応募してください、応募してくださいって申し込んでください。なんとね参加料なんですけど、1円って書いてあるんですけど、それであのここのねページ見てください、なんか特別クーポン入れると0円になって、先着のご案内が来ます。で今日ね今けんもうすでに先着のご案内いただいたんですけど、なんかそのズーム見て気になったのが、え、声を出すとあなたの顔が大きくなるからって、ほらズームでそうなってるじゃん。だからひょっとして今けん、え、なんか喋ったら顔とか出ちゃうのかなとか一瞬思ったんだけど、なんでねひょっとして顔見れるかななんて可能性もありますよはい、それからねあのもう一つ面白いのが、今日ねすっごい夕方もうグダグダになっちゃったんだけど、こんな遅い、もうほらもうこんな景色になっちゃったんだけど、なぜかというと今日ねサンダルさんと夕方ずっとサーフィンしてましたああそうなんかねもうサンダルさんの方も、ね、サンダルさんの方も、ハッピーハワイさんもやっていただいたんですけど、サンダルさんの方もね、ヒロノさんのプッシュ、鋭いプッシュ、強いプッシュのおかげでサンダルさんも今県ハワイ特集してくれるそうで、なんとね今日海の中でサンダルさんと今県もうサーフィン三昧なんで、それずっと撮影したんでこんな遅くなったんだけど、だからさ本当はさここからさ夕日撮りたかったんだよね、綺麗だろ、こんなになっちゃったよ、さっきまで綺麗だったんだけど、うん、ごめんね、うん、まあいいじゃんこうやって夕日でこう売れる、うん、いや、うん、夕、うん、風に揺れるヤシの木と見れてさ、いいじゃんいいじゃんね、うん、はい、ということで、まずグリーンルームギャラリーの告知と、それからサンダルさんさっきありがとうございました、本当楽しかった、はい、ということで、サンダルさんへのお礼、はい、ということで今ここの段階になってはい、チャンネル紹介をさせていただきますチャンネル紹介は後になったんですね。なるほど、チャンネル紹介はなんかまあいいかなみたいな、はい。いやけど面白いですね、これ過去動画ね。そうですね、本当にいっぱいいっぱい宝物がいっぱいあります。そうですね、っていうか今の自分のサンダルさんとサーフィンしたっていうのはすごい鮮明にやっぱ思い出しますね。ああそうですか。うん。そう、サンダルさんとあとねヒロノさんが結構今県ハワイ盛り上げて。まだチャンネル登録あの時1000人いってない時なんですよ。はい。で、なんか、ハッピーハワイさんとサンダルさんに、ヒロノさんがすごいなんかプッシュしていただいて。へぇ。そう、覚えてます声優さんが、それでなんか、ハッピーハワイさんとかサンダルさんとかいろいろ持ち上げてくれたの、今県ハワイを。あ、はい、私はそう、ハッピーハワイさんの、チャンネルから、こう、今県ハワイにたどり着いたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。はい。それ初耳ですね、関口さん。あ、そうでした？はいはいはい。そうなんですよ。へぇー。じゃあ今これ聞いてる人も、なんか、私もとかっていう人いるかもしれませんね。その時ね、多くの方がいらっしゃいましたもんね。はい、はい、そうですね。はい。すごいなぁ、なんか、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ハッピーハワイさんもありがとうございます。ハッピーハワイさんありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、今ね、オフィスの中にいるんですけど、多分こっちの方角なんで。ハッピーハワイさんありがとうございます。いやー、けど、面白いですね。なんかあの時すごい、なんか無茶ぶりしてますね、やっぱね。皆さんに対して。ああ。私はなんかこう止めてくださいとかって言ってたりする、さっきのフェイスブック事件もあったんですけど、その後でなんか今更なんですけど夕日見せますとかなんかいろいろ言ったりとかしてて、なんかすごい面白いですね、なんか、はい、
そう、そのライブ感がバッチリなんですよ。抜群なんですよね。あ、そうっすか。うん。うん、なんかけど、素でやってるから、いつも本当に分かんないんですよね。そう言っていたとしても、なんか、と思って。はい。うん、それがいいんですよね。本当素でなさってらっしゃるから、すごい伝わるし、作ってないじゃないですか。はい、台本ないし。そうですね。だからストレートに、ストレートに今健さんが伝わってくるから、それがすごく皆さんにとって、共感を得られるんだと思います。本当僕もそうだし、はい。うん。はい。ありがとうございます。はい。で、今日はあれ、何でしたっけ、ハイビスカスでしたよね、今日の話ね。はい、ハイビスカスです。はい。いやけど、あれはね、ほんとね、実はあれだったんですよ、あそこ。すっごいたくさん咲いてるスポットだったんですよ。はい。で、それがなんか、撮影の時に、あそこで今日撮ったら、ハイビスカスいっぱい咲いてるぞーっていうふうに思っていったら、一輪しか咲いてなくて。はい、あ、どうしよう、これと思って悩んだ挙句にああいうこと言ったんですね、多分ね。でも本当綺麗でしたよね。本当に一年咲いていてくれてっていう感じでした。そうですよね。あれね。うん、はい。なんかあれはだから、すごい綺麗でしたよね。綺麗でしたよ。はい。もう一回行ってみましょうか。こんなところにパソコンが。あ、これじゃない、これじゃない、これじゃない。11日、金曜日、金曜日のワイキキです。はい。今日金曜日何の日か皆さん知ってますか？はい、今県が、今県ハワイの女性ビューアーの方、視聴者の方にお花を贈る日。はい、今日ね、赤いハイビスカス金曜日のお花を贈るキャンペーンやってましたね。そう、やってらっしゃったんですね。はい、したんだけど、今でもこの一輪だけ。けどこの一輪に出会えたことをポジティブに考えましょう。はい、たくさんの花が見れなかったじゃなくて、はい、一輪残っててくれてありがとう。私たちのために残っててくれありがとう。はい、これがポジティブな考え方です。はい、それじゃあね。素晴らしい。いや、自分で聞くと恥ずかしいな。いや、でもね、この後ね、私も思うようになったのが、はい、例えばその何々しかないじゃなくて、はい、あ、何々が残ってるって思うようになったんですよね。すごいですね。例えばあと5分しかないって思うようになって、あと5分もあるじゃんって思えるようになったっていうか。いや、素晴らしいです。素敵でした、これ。本当になんか残ってるものを本当にありがたく、はい、感謝するようにしました。はい。はい。はい、いや、ありがとうございます。っていうか、素晴らしいです。こちらこそ、ありがとうございます。いやいやいや、はい。いや、けど今のこの撮影で、おぼろげながら思い出してきたんですけど、はい。これ、イタリアね、実はね、撮り終わった後に、びっくりしたことがあって、はい。ちょっとすいません。じゃあ、最後だけ見ていいですかね、これ。はい。誰だっけ忘れちゃった。はい。きっといいですね。はい。じゃあ、ハルクラニ越しに見るこの、ヤシの木と、夕焼けサンセット。はい。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。Thank you so much. マハロー。シェゲラベイベー。バーイ。あ、気持ちいい。いや、これなんですけどね、実はね、はい、このバーイの後思い出したんですけど、はい、こうね、撮影後終わったと思って、当時まあ携帯でやってたんで、こうやってやって携帯落ちて、で、はい、終わったと思ってパソコンが気になってふって振り返ったらすぐここに、はい、すぐここに、はい、白鳥駅の警備員が立ってて、へあそこって白鳥駅の場所なんですよ。はい。あ、敷地内の、ね。壁へんへんの、あそこの、こう入り口して、うん。はい。で、多分フェンスっていうか、なんか、石の壁があるんですけど、あちらの、外側の砂浜のところは、多分、シェラトンの管轄じゃないかもしれないですけど。はい。で、とにかく、あの時って9月ってまだシェラトンがロックダウンしたじゃないですか。はい。そうでしたね。だからあそこをね、こう通って、裏からシェラトンに、レストランの方にこう上がろうとすると、もうバリケードが張ってあって入れないんですよ。なるほど、はい。だからあそこの、なんか砂浜にこう出入りする人を、監視カメラで見てたらしいんですね。なるほど。で、そしたら、なんか、誰かがやってきて、パソコンを置いて、うん。で、なんかこうやって撮影しながらって言って、なんか警備員がこう見に来たんですよ。うん、確かに。でさ、僕はこんなことして撮影してるから、その人もいい人で、こうしばらくこうやって見ててくれたらしくて。あ、そうなんだ。おお。
で、終わってから、パッて見たら、ここにいて、おおと思って。そしたら、なんか優しい声で、What are you doing? っつって、何してんのって聞かれたから、ええ。さ、I'm shooting on my YouTube とかつって、僕の YouTube 撮ってるのって言ったら、おぉあのラップトップは何なんだって言ったら、あのラップトップでこうやって説明してたんだよねとかって店に行って。ええ。で、それを説明して、セキュリティが、その警備員の人が、はい、おぉ、お前面白いことやってんなって言われてすごい良かったんですよ。いや、も、今は視聴者かもしれませんね、じゃあ。そうですね。はい。で、だから、あそこの場所は、比較的、だからあの時期ね、すごい、撮影してたんですよ。あそこで。あ、そうだったんですね。ああ、そっかそっか。そう。で、だから実はね、あそこの場所で、ウクレレプアプアのケンさんと偶然、久しぶりに会ったんですよ。あ、そうだったんですか。あそこでやって撮影を何回もしてたりとか、今日ここで撮影したらどんな感じで映るのかなって思って、こう、ほら、ロケ班って言うんですけど、はい。先に今日どこで撮ろうかなとかって、そこの場所で太陽の光どうなんだろうとか、車の通りとか人通りどうなんだろうとか見に行くんですよ、大体。はい。で、そこで、今、ケン号に乗って見に行ったら、はい。ケンさんが、ケンさんの電気自転車に乗っていたんです。あ、ケンさんも、前の動画で確かお花とか撮ったりとか、なさってましたよね。はい、はい。そうです、そうです。ね、そうそう。そう、ちょうどその時だったのかな。そうです。で、ちょうどシェラトンがロックダウンした時って、はい、あそこの何ですかね、あの小道からビーチに抜けるところの入り口のところにシェラトンのこう大きい車が荷物入れるドックがあるんですよ。はい、駐車場っていうか、その荷物の搬入口が、搬入口やね。はい。で、ケンさんとかはビル自体が入れないから、そこからこうやって回って入ってたんですよ。ああ、なるほど。だから偶然、ケンさんも波チェックっていうか、海を見てから職場に行こうと思ってたらしくて、そこに行って、こう、ちょうどあって。わあ、そっから始まったんですね。そうです。で、そっから、ケンさんも YouTube 始めましたよね、つって。あ、今ケンさんも始めました、やってますよね、とかって話になって、それでコラボしましょうっていうことから始まって、ウクレレプワプワさんでの、ウクレレレッスンが始まったんですよ。わあ、すごい。嬉しい話を、はい、ありがとうございます。はい、そういえば思い出しました、それ。そうですか。はい、いや、出会いはいいですね、そうやってね。出会いですよ。でも、関口さんがこうやって、なんか昔の動画をこう、なんですかね、掘り起こしてくれるから、いろいろ僕も思い出して、こういう話ができるんですよね。ああ、そっか。はい。なんか、今日は本当、ここにこう、ケンさんいてほしかったですね。いたりして。だから、ここにケンさんがこうすぐ隣にいるとちょっと暑苦しいですよね。そんな。後ろから出てきたりして。そうですね。これなんか毛布から出てくるとか。どこでもドアになってないか。いやいやいや、けどありがとうございます、関口さん、また。ありがとうございます。もちろん楽しかったです。はい、楽しかったです。いや、はい、次はこの、次の語録、何に行くんですかね。楽しみですね。ああ、いっぱいありますからね、名言が。はい、ありますからね。うん。もう、なんか、期待させてますね、関口さん、皆さんをね。はい。はい。じゃあ、あれですね、これ、さっきも言ったように前撮りだったんで、はい、皆さんがパート1、パート2で、どんな今県コメントが面白かったとか、また見たいとかっていうのが見えてないところが残念ですよね、我々にね、今、この収録時代にね。ドキドキ、はい。ドキドキですね、本当に、はい。いや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 、なんかやっぱ皆さん、たくさん欲しいですね、はい。ね、皆さんの感動したコメントとかね、そういうのも。そうですね。また改めてですけど、はい、お願いします。僕はこう、奥今県の数秘術によると、こう、6ですから、こう。あ、こっちか。あ、6ですから。今県さん、33なんですけど、数字1個のやつだと6だったんですよ。なんかこう、見返りを求めるというか、皆さんのコメントを求めるみたいな。あ、私も6です。
あのぐらいですか。6つできる。じゃあ皆さんにもリクエストですね。セグさんでこうやってお願いします。いやいやいや、そうですね。ありがとうございます、一緒にやってくださって。セグさん、あれ皆さんから見たら6ってこうかな。あ、こうだ。あれどうしたの、ね、6はそう、今原作があって、あれ僕逆こう、そうですね、そうですね。じゃあ、関根さん、これでエンディングいきましょうか。はい。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。Thank you so much. マハロー、シェゲナベイベー。Thank you so much. マハロー、シェゲナベイベー。バーイ。バーイ。